きました。はい、まあ来る前からだいたい予想はしてました、うん、もちろんまあ小野さんが来るというのもね、はい、あの平の準決勝のことも小野さんも言ってましたけど、ああいい、もうそれは、ね、勝負は、うん、まあ、やっぱりそういうスタイル貫いてる、はい、まあ、うん、やっぱりね、そういうのも乗り越えていかないといけないと思ってるんで、うん、まあ僕はまあね、挑戦者としてやっぱり明日は走らせてもらう気持ちなんですけど、うん、まあでもやることはしっかりします。本当にこういうタイトルを取った後でまた G1 でこういう舞台というか、うん、あるんだなという、そうですね、うん、まあやっぱり走るメンバーがそういう風なメンバーだと思うので、デカめに作ってみます。戸田さん、小倉さんで走るんですか、はい、まあ、本当にこういうところをしっかり乗り越えていくというのが、そうですね、うん、まあでもやることは変わらずやりたいんで、うん、まあ、名古屋 の、 そのちょっと結果は失格だったらちょっと動きそのものは非常に良かった感じだったんですよね。そうですね、まあちょっと迷惑かけましたけど、うん、まあ、でも1着でゴールはできてますし、うん、まあ、体としては変わらず調子いいと思います。宮原の優勝後っていうのはポッと気が抜けたりとかしなかったですか？やっぱりちょっと、うん、まあ、疲れとかも出ましたし、ちょっとこう、まあ、体に負担かかったものもあったんで、まあ、それきっちり直してから走ろうと思って、ちょっと間空きました。達成感みたいなのはどうだったんですか？まだ、まあ、2、3日は、うん、なかったです。なかったっていうか、うん、ほんまに優勝したんかなとか、そういう感じで、うん、徐々にというか、確かにこういうレースを経ていって、またそのタイトルの重みというか、そうですね、うん、積み重なっていくんだろうという、はい、まあ明日はしっかりやることをして頑張ります、うん。